皆さんこんにちは、瀬名くまです。今日も島作り頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はミルクチョコレートを煮るタックンとドク2人のお家周りをしまくりしていこうと思います。崖の段差を使ってお庭に菜園のあるお家周りっぽくしようかなと思っています。それでは早速本日の癒し担当のところへ行ってみましょう。島をうろうろしていると、これはお、フララちゃんとジャスミンちゃんがお話ししてますね。ねえジャスミンちゃん、たまには女の子同士ガールズトークでもしようよ。え、この2人のガールズトーク超聞きたい。ガールズトークですか？なんかあんまりピンときてなさそうな感じするね。そうだよ、例えばファッションとかラブの話をするの。え、ちょっとどうかラブの話聞かせてほしい。んー、じゃあジャスミンちゃんのおすすめのブランドとかある？え、聞きたい聞きたい。すみませんフララさん、ファッションについてはあまりこだわりがなくて。あー、可愛すぎて何でも着こなせるからこだわりなくてもいいって感じなのかな。んー、つまんないの。じゃあなんか気になることとかは？何なんだろう最近気になること。それならあります。ズバリタイムトラベルは可能かです。なんか思ってたのと違うの来た。私はタイムマシーンが出てくる物語がとても好きなんです。だって恐竜や未来の自分に出会えたりするんですよ。あとドラえもんとか見てるのかな。いつか私も時間旅行してみたいなって思うんです。あ、それはちょっと憧れるのわかる。でフララちゃん、ちょっと、ね、寝てない？なんかあくびしてる。ただそもそも今以外の時間って存在するのでしょうか。やばい、完全に寝てるフララちゃん。考えれば考えるほど謎が深まるばかりですが、それでも夢を見てしまうんです。どうでしょうか、ガールズトークできましたか？やばい、めっちゃ不満そうフララ。こんなガールズトーク初めてだよ。やっぱ思ってたのとちょっと私も違うなとは思ったんだけど、フララちゃん、あの春の陽気でポカポカしてたから眠たくなっちゃったのかな。そういうことで大丈夫だよね。それにしてもジャスミンがまさかドラえもん見てるとは意外でしたね。服にはこだわりがないみたいなんで、これからも私がジャスミンちゃんには服を貢いでいきたいと思います。それでは立ち作りからスタートしていきます。まずは少し広めにお豆腐スタイルで崖を作っていきます。横は16マス、縦は9マスの幅で作っていきます。今回は2人のお家は崖の上に建てたいなと思っていて、野菜畑、畑に関しては崖の上と下両方に広がるようなイメージで作ろうと思っています。実はタックンのお家もドクのお家も色味は全然違うんですけど、2つを比べてみるとちょっとスタイリッシュでおしゃれな雰囲気があるので、そこを活かして最終的にはレイアウトをしたいなと思っています。なんか2人が菜園とかで野菜を育ててるのを想像するだけでめちゃくちゃ可愛いですよね。勝手なイメージなんですけど、タックンが作物のお世話をしている時にドクは横で筋トレをしてそうな感じがします。今回は崖の真ん中あたりに階段をつけようと思っているので、ちょうど真ん中の2マスを奥にも2マス分掘っていきます。よし、掘り進めたらこんな感じで階段をつける位置も OK かな。今回は崖の角もあえて残したままにしていきます。それでは続いて2人のお家を移設する場所を決めていきたいと思います。まずは右側、ドクくんのお家周りはこの辺にしたいと思います。ここは海も近いので、海を眺めながら筋トレしたり浜辺を走るトレーニングをしたり、ドクにはもってこいの場所だなと思います。よし、こんな感じで OK。 続いてタックンのお家周りは左側、この辺りにしたいと思います。島の中の女の子どころか、島に来る女の子全員を虜にしようとしているタックンなんですけれども、みんなの胃袋をつかむための野菜は素材からということで、自分で野菜を作っているという設定にしたいと思います。よし、タックンのお家の位置も OK。 続いて畑を作るための地面を敷いていきたいと思います。今回は土の道と黒土の道を交互に使っていきます。崖の上の畑のマスは横4マスにしたいと思います。まずはタックンのお家の前の畑を作ったら、続いてドクのお家の前にも同じように道を敷いていきます。道の種類を交互にすることによって畑っぽく見えるの最高ですね。ドクのお家の前の畑が作り終わったら、そのまま下の段にも作っていきます。
崖の下も上と同じように土と黒土の道を交互に使いながら畑っぽい感じを出していきます。たっくんは女の子の胃袋をつかむ料理の素材のため、ドクは普段のトレーニングも含めた畑仕事と体作りのためって考えると、二人が野菜を育てているのもすごくしっくりくる感じがします。もう想像するだけで尊いし可愛いですね。よし、こんな感じで OK かな。全体的におしゃれな雰囲気を残したかったので、今回の畑の規模感はこのくらいにしておきたいと思います。それでは続いて農作物を植えていきます。まずはたっくんのお家側はかぼちゃを植えていきたいと思います。お家にイエローベースの色が入っているので、オレンジ、白、黄色、今回はこの3色のかぼちゃを植えていきます。間を空けているところには別のタグを配置する予定です。続いてドクのお家の前にはまずはトマトを植えていきます。ドクのお家はちょっと赤っぽい色味が使われていたので、今回はトマトを選んでいます。そしてオレンジも相性は悪くなさそうだったので、トマトの前の列には人参を植えていきます。農作物のルックスの中でも人参が植わっている姿ってめちゃくちゃ可愛くないですか。なんか見てるだけでちょっと癒されるんですよね。よし、こんな感じで OK。 続いて崖の上の畑にも農作物を植えていきます。崖の一番手前にはジャガイモを植えていきます。ジャガイモの色味は2人とものお家の外観に合いそうだったので、どちらのお家の前にも植えていこうと思っています。そしたら毒側の上の列には麦を植えていきます。炭水化物ゾーンみたいな感じになっちゃいましたね。毒はお花とか作物とかに話しかけながらお水やりしたりしてそうですよね。続いてたっくんのお家の前にもジャガイモを植えていきます。ジャガイモの後ろに植えていくのはサトウキビです。サトウキビの状態で食べたことないんですけど、沖縄とかだとそのまま食べたりするのかな、かじったら甘いんかな。よし、こんな感じで一旦農作物も植え終わったかな。あとは家具や小物で雰囲気を作っていこうと思います。案内所付近をうろうろしてると木の陰で話してるのを、ドッグと天心ですね。やっぱアスリート目指すならヒーローインタビューにもバシッと答えたよな。はい、もうやる気満々なゴミですね。かわいいドクだよな。はい、あれ、あなたも天心さんもゴミ映ってたのね。かわいい。放送席、放送席、ドク選手のヒーローインタビューです。何それ、今日の勝負の決め手は何ですか、何ですか、ドク選手教えてください。そうですね、毎日の腕立てによる筋肉痛ですね。どういうこと、筋肉痛が勝利の決め手だったの、逆に。なるほど、それではズバリ勝利の秘訣は、似たような質問してるけど、上腕三頭筋にかけての筋肉の張りが勝利の秘訣です。あ、なんか競技っていうか、そのボディービルダー的なそういう感じだったのかな。そこは上腕二頭筋の方が良くないか、あれ。キャスターさんに質問されてる。何言ってんだ、上腕三頭筋の方が筋肉が太くてアピールには最適だろ。はい、いや、わからんわからん。あ、なるほど、カオ天心とヒーローインタビューって奥が深いな。はい、かわいい。この二人ね、あの二人とも筋トレ仲間なんで、多分その辺は気が合うんだろうね。筋肉の話に関してはもう私はついていけません。あとさ、その帽子、ヘルメット似合いすぎ。ドクもちゃんとスポーツウェア着てて意識が高いですね。それでは早速レイアウトに入っていきたいと思います。まずは崖の上から家具を置いていきます。一番最初に使っていくのは縦板の柵です。ガーデンっぽいイメージを出したかったので、今回はこの高さのある柵を選びました。二人のお家を定置の間と畑の両サイドにも配置していきます。このちょっと高さが不揃いな感じが可愛いですよね。お家とお家の真ん中の柵の前にはパーゴラを配置します。二人のお家の外観に馴染みやすいように、今回はアイビーのリメイクのものを選びました。ナチュラルでおしゃれな感じがあって可愛い。そしたらパーゴラの手前にはモロッカンのソファーのブラウンリメイクを配置していきます。普段あんまり使ってこないリメイクパターンだったんですけど、たっくん、ドク、どっちのイメージにも合いそうで可愛い。続
続いてタックンのお家を定置の左側に島とネリコを配置します。スペースに余裕がある場合は広葉樹や針葉樹を植えてもいいかなと思います。ただ今回はより大人っぽいおしゃれな感じを出すためにこちらを選びました。柵の下側にも同じように配置します。木を植えるよりなんとなく都会っぽい感じが出ますよね。続いて畑の左側空いているスペースに養蜂箱を配置します。実際に蜂蜜を取っているかと言われればちょっとわかんないんですけど、畑との相性はいいアイテムだなと思います。養蜂箱の隣には低木の苗を今回は植えずにポンと置くだけにしておきます。意外とこうやってアイテムとして使うのも可愛いですよね。続いて階段側の崖にはキューブライトを配置します。こちらもよりスタイリッシュに見せるためのアイテムになります。この上に座れるのもポイントが高い。よし、こんな感じでタックン側のお家周りは完成かな。続いてドクのお家周りも作っていきたいと思います。左側と同じように島とネリコを2つ配置していきます。こういう崖の上の島くりって意外と幅が足りなくて木が植えれないっていうこともあったりするんですよね。島とネリコは横幅が2マスあれば配置できるので、こういう隙間に飾ってみるのもいいんじゃないかなと思います。うん、2つ並べるといい感じ。続いてタックン側とシンメトリーになるようにキューブライトを配置します。そしたら隣にはさっきと同じように低木の苗をアイテムとして配置します。やっぱり何回見てもサイズ感が可愛い。そしたら上の空いたスペースにキャリーワゴンを配置します。いろんな色の組み合わせがあったんですが、今回はレッドとイエローの組み合わせにしてみました。ドクくんのお家の外観に合わせてます。よし、こんな感じで上の段のレイアウトは完成かな。続いて下に降りて家具の配置を続けていきます。まずは畑の一番上の列にバラ星の柵を飾っていきます。もはや柵としてではなく、もう完全にアイテムとして飾ってます。背の高い柵は崖隠しにもおすすめです。あえて左右バラバラになるように配置をします。うん、こんな感じで OK。そしたら柵と柵の間には円座を配置します。今回この円座は座るためではなく、アイテムを上に飾るために配置しました。円座の上にはさっき上の段で飾った低木の苗をアイテムとして配置します。円座の上に置くだけでなんかクオリティが上がって見える気がする。いい感じ。続いて畑の端の方に積まれた袋を配置します。今回はコーヒーの麻袋にしてちょっと渋い感じを出してみました。積まれた袋の手前側に石のスツールを配置します。石のスツールって結構どのテイストにも合いやすいですよね。 DIY も簡単だし本当に最強アイテムだと思ってます。スツールの上にはしょぼいじょうろを飾ります。ナチュラルな感じで可愛い。そしたら次は畑の空いているスペースにすでに収穫をしたかぼちゃを配置していきます。土の中に埋めるのではなく、あえて飾っていくのがポイントです。うん、こんな感じでいいかな。畑が埋まったので、次はドクのお家の前を作っていこうと思います。さっきと同じように、柵の間に円座を配置して、その上には匠ナイフの植木鉢を配置していきます。ちょっと雰囲気を変えてこの色を使ってみたんですけど、植木鉢めちゃくちゃ可愛いですね。鉢の質感がすごくリアル。そしたらその下側にはしょぼいじょうろを飾っていきます。いい意味で当たり障りのないこの素朴なデザインが好きです。続いてトマトの右側、空いたスペースに芝刈り機を配置します。オレンジと赤のタイヤでまさに毒って感じの色味だったので思わず選んじゃいました。毒はエンジンを入れずに引っ張ったりしてトレーニング機材としても使ってそうですね。芝刈り機の下には積まれた袋を配置します。ドクのお家とは合いそうだったので肥料っぽい土っぽいデザインにリメイクをしています。よし、こんな感じでドクの畑も完成かな。あとはこの2人の畑の周りを丸太の柵で囲っていきます。がっちり綺麗に囲み込むというよりは間を空けつつ程よく配置していきます。あえてアシンメトリーな感じにしてちょっと雑な感じを出してみました。よし、柵はこんな感じで OK かな。続いて柵の周りにも家具を配置していきます。まずタックン側のところにはキャリーワゴンを配置します。
これはドクのところで置いたものと同じで、色味はタックンのお家の外観に合わせました。続いてドク側の方には丸太のスツールを配置します。こちらもね、アウトドアのエリアにはもってこいのアイテムですよね。その上にはランタンを飾っていきます。うん、これで夜も大丈夫。全体を歩いてみても、だいぶいい感じにまとまってきたんじゃないかな。かなり色味をお互いのお家に合わせて作ってみたので、2人のお家が並ぶのがめちゃくちゃ楽しみです。それではこのまま坂と2人のお家を移設していきたいと思います。では行ってきます。さあ、実際に2人のお家の完成を見に行ってみると、おー、待って、思った以上にいい感じな気がする。今回坂はナチュラルなスロープを選んで自然な感じにしてみました。やっぱりパーゴラとソファーの色味は2人のお家にぴったりでしたね。どちらかのお家に偏ることもなく、2人のお家の雰囲気に合ったエリアができた気がします。それではこのまま最後の仕上げに入っていきます。まずはスロープが少し浮いている気がしたので、石畳とアーチタイルの道を使って通路を延長していきます。あまり長く敷きすぎると逆に違和感があるので、このくらいにしておこうかな。よし、こんな感じで OK。 続いて2人のお家の入り口にも地面を敷いていきます。今回は砂の道を使って縦2マス横3マスで長方形を作った後、角を削って入り口っぽい感じにしていきます。もう厚盛りのしまくりの中でも王道って言っていいほど王道な玄関周りの作り方ですよね。今回もシンプルにスタイリッシュな雰囲気を出したかったので、あえて玄関の入り口には何も施さず王道な感じにしてみました。タックンのお家周りも同じように丸く入り口を作ったら、こんな感じで OK かな。なんか思ったよりも2人のお家の感じが畑とか周りのレイアウトに活かせたんじゃないかなって思います。はい、ということでタックンとドクのお家周りの完成です。今回はナチュラルで素朴な畑っていうよりはおしゃれな感じの畑を作ってみたんですけど、どうでしたか？2人のそれぞれの野望が叶うように、私もたまにここの畑のお手伝いに行きたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。